ダークセイバーです。今回は、日本の競走馬ってさがちの怪物いないよなに対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。日本の競走馬ってさセクレタリアトとかブラックキャビアとかキンチェムとか、みたいなガチの化け物っていない気がするんだけどなんでなんだろう。いつか出てくるのかな。マルゼンスキーはかなり近いと思うけどどうかね。あれは滝音富士奇跡に近いものだから。永遠に出ないよ。一番近いのは国内王道無双しながら一頭にしか先着させなかったディープインパクトだけど、こいつでも超例外中の例外だから、日本を重戦にしてる限りは無理じゃね。日本の競馬は運が絡みすぎて強くても負けるときは普通に負ける。まず出頭数を減らします。国内の G1 を増やします。さらにローテを詰めます。日本は多頭数が基本だから抜けた実力あっても運で負けるとき負けちゃうからな。まず G1 のレース増やしまくって競馬に関する意識を根本から変えてみろって話。普通に化け物の中の化け物はいるけど分かりづらいだけだよ。アメリカの馬はみんな薬やってんだろ。正直陣営もある程度は運ゲーだろって割り切ってあまり戦術詰めたりしないからね。セクレタリアトとかいう薬物の可能性の塊。全員やってるからイーブンとかいう終わってる倫理換算物。薬で今でも超えられないならそれはそれで薬学会のメンツが潰れる。セクレタリアとはバリーボンズみたいなもん。まず比較対象の国の競馬と日本の競馬の違いを調べてみようや。馬主の意識の差とかまあかなりあるしそれだけでも環境が違うだけで化け物はあるんやなーってなるぞ。セクレタリアとに関してはみんな薬やって言い分な中であの化け物なことしてるから化け物に変わりないぞ。でもセクレタリアとのあの書き方見ちゃうと頭数関係あるのかなって思っちゃう。マンノボーだって出遅れプラス前壁で沈んだことがあるし、頭数が増えればそれだけ運負けする可能性は増えると思う。極端な例すぎるしそれでも展開の差はやっぱ大きいぞ。ご普通に連帯外したレースもあるし。薬って別に元が10とかの馬が100になるとかそんな魔法みたいなものでもないし、みんな薬やったら結局元が強いやつが勝つからセクレタリアと化け物なのに変わりなくね。加算じゃなくて乗算だからなわずかな差を決定的な差にできる。例が古い。まず故障しないことが求められるけど海外の方が故障しそうなコース多いよな。芝の質的に要求されるパワーとか走り方が違う。それで合わないのに無理やり日本みたいな走らせ方したら壊れるのも必然。あとまあ日本馬と欧州馬比べたらわかるけど首回りのごつさかなり違うで。適性って一口に言っても色々方向性はあるし。キンチェムがありならクリフジが近いかな。ディープのだって出たのは風邪薬だし競争に有利になるようなもんでもない。いや気管支拡張薬は競争に影響するだろう。人間のランナーだって使うようなもんだぞ。まあよっぽど変なもんじゃない限りは競争に有利に働くな。直線の速さばかり強化しようとしてるから。そういう馬は大抵いつかコロッと負ける。言うてスタミナ強化しようとしてたりする人はしてるし逮捕なんかそういう思想のもと生まれた馬なわけで。それでも連勝街道ってわけでもないしぶっちゃけ傾向を大きく捉えすぎやと思う。そのタイトルホルダーだって負け越してたし。ちょっと勝ち続けるとゆるゆるローテですぐに繁殖に行っちゃうから化け物みたいな成績にはならんよ。無敗の三冠馬がその後も勝ち続けたとしても、4歳は2から3戦でありまで引退。せいぜい5歳春までだろ。そもそも日本と世界の差ってどのスポーツにもあるからしゃあないとも思う。人間のスポーツは人種が絡むけど、馬はみんなサラブレッドやん。大昔特有のヤバローテとか平均レベルの低さとかの関係も大いにあるからな。数だけ見て比べてもせんないことよ。相対評価なんだから海外勢に勝てるかはともかくどの国にも化け物枠はいるはずだよな。化け物の基準がようわからんな。化け物言うても方向性も様々だし。G17 勝組は総じて化け物と呼んでいいのでは？おまけに何かしらのレースで化け物みたいなレースしてるし。新山は化け物枠に近いイメージ。ガチの化け物をやれるほど日本競馬は単純じゃないからね。そもそも馬の体内に本来は存在しない成分があったら失格という基準なので。強いて言うならディープとオルフェなんかなという気はするが。まあ何が怖いって欧州は定期的に怪物が生まれることなんやけどなブヘヘ。勝手な思い込みだけど馬さんの方向性の違いを感じる。欧州でひとまとめにしてるからでは。欧州でひとまとめにすると日本の生産頭数の軽く倍はあるからシンプルに化け物が生まれる確率上がる。それを鑑みても頻度高くない？って気はするよ。その分外れも多い数多くの A ダービー馬、I ダービー馬を見ながら、
向こうは種牡馬で稼ぐのが主流だから、日本と違って一頭怪物がいれば、他はぶっ壊れても問題ないって感じで調教してるらしい。うろ覚えだけど、欧州式のローテと疾走頭数ならプイとかオルフェも向こうの怪物枠みたいな、レース戦績になれたんじゃないかと思ってるが、まあたらればに過ぎないし、あくまで日本のローテ日本のレース形式で強かった馬だからな。日本競馬からフランケルとかトレブは生まれるんかな。トレブはそれこそアモアイがそんな枠やろ。フランケルはない、絶対にない。まずレースが根本から違うのに何を基準に海外のバケモン馬みたいな馬とするのか。エネイブルなんかは誕生した経緯はエルコンドルパサーと似たような感じでは。打倒数や G1 の数考えや日本で G17 勝とかやってるのは怪物だぞ、日本はレベル低いってことにしないと嫌々な人だと思うけど。フランケルだって無敗維持できる四つにレース慎重に選んでたのに府中戦とか言って認めないのはどうなのよ。まあ海外 G1 何勝もレースの形態が違いすぎて話にならんし、等数少なかったらもっと G1 勝ってそうな日本馬おるやろ。パッと思いつくだけでオペの1宝塚は等数少なかったら間違いなく勝ってたでしょ。あのバカみたいな方位はなかったろうし、あとは前が壁とかも等数少なかったら対処もしやすいだろうし。等数少なくとも前壁は起こるし、総数少ないってことは実力のある馬しか、ほぼ出てこないということなので前壁を押して抜けるのに苦労するとそれで負けます。日本で一番怪物っぽいのって誰になる？ G17 勝以上は全員バケモンでよい。とりあえずオペや北さんやどんなやウォッカも入れとけ。スペやブエナビスタは強いけどあっちの条件でもところどころで落としそうな気がする。新参かな。19戦完全連帯はやっぱり魅力的だよね。30頭くらいの多頭数でも勝ってるし、クソ重い金量乗っけても勝ってるし、誰が乗っても勝ってるし。正直どこをもってして怪物なのか人によって変わるからなんとも言えない。パフォーマンスで決めるのか安定感で決めるのかオールラウンダーなところで決めるのか。化け物かどうかの基準が G1 勝つ数だけだとインクスが最強なんだけど絶対に反論出るだろう。まあインクスはわかりやすく小馬で覚醒した上に現役長いし G1 多くて連投上等のオーストラリアだしで、それこそ日本とも欧州とも違うからな。ユイックとかムーアも多頭数の日本競馬で勝ち続けることはかなり難しいって言ってたし、成績的な部分で言えばそういう側面もあるんでねーの。フランケルは4歳まで走ったおかげで結構な G1 勝ち数持ってるけど、ダンシングブレイブとか4勝だけだからな。他にもガリレオは G13 つしか勝ってないし。例えばグッバイヘイローもたまに G17 勝とか怪物じゃんみたいなの見るけど、戦績よく見るとそこまで怪物かというのもあるし。しかも同時代にパーソナルエンスンとかいう本物の怪物もいるしな。グッバイヘイローは確実に名馬だけど、基本的な情報の少なさから直で見られる日本競馬と違って勝ち倉からの印象だけで大きく見えやすいのかもしれない。オルフェーブルがもう少し戦績が綺麗だったら化け物枠かな？モンジューとかエリシオでも金量背負ったり日本まで遠征してきたら変な負け方することあるから、まあ生涯無敗は大抵無理。フランケルも小頭数プラス陣営のフォローありってのもあるし。まあ日本で無敗が難しいからこそ年間だったけど、オペの小馬王道無敗制覇が異様扱いされてるんだろ。あと多分短距離マイルで年間無敗で G1 取りまくってもここまで異様扱いはされなかっただろうから G1 にも格があるぞ。中長距離路線の中では混合クラシック3冠と秋3冠が格としては上に見える。春未冠もマイル短距離路線よりは扱いいいかな。まあ春3冠の方が高価いいんじゃないかな。誰も成し遂げてないから少なくとも春小馬三冠はかなり評価高くなる。セクレタリアと、シアトルスルー、アファームド、スペクタキュラービット。70年代のアメリカ競馬が異常だっただけ説。10年スパンでこんな化け物がポンポン出てたまるか。オペ、ディープ、オルフェとポンポン出てるしそんなもんなんじゃない？馬の能力は化け物クラスでも走る環境とか違うから単純比較できないよねって感じする。そう考えればデジタルみたいな万能馬は化け物って考えでもいい気もするけど。そこら辺考えると安定性を化け物の基準にするのは割と順当な気はするね。それだけが基準じゃないにしても。まあ競争成績だけが化け物の基準じゃないしな。ミスプロとか男児部みたいな戦績はんにゃぴながら3区成績えぐいやつもいる。そういう点では G17 勝もしていながらそれが霞むレベルでセイマ G3 区成績を出しているディープインパクトは、バケモンの範疇なんじゃないすか？ JRA 当たり前、ゴドルフィンなんを今さら、クールモア、
あんなクソ血統プラス醜い見た目からやべえ戦績と繁殖成績のサンデーサイレンスさんは十分化け物じゃないっすか？日本にも化け物はいた。